山ちゃん忙しいっすね。コザも行ってるでしょ。はい、ほとんどコザ。いやいやいや、こっちが多いっす。こっち多いっすよ。夜がやっぱり男性陣がこっち多いんですか、ね、はい。あと木曜日がどうしてもあっちで番組やってるんですか。あ、そうなんですね。大変だ。朝一で行ったり来たりだ。そうなんです。じゃあそろそろで、はい、行きます。ピースコミュニケーションズの毎度お気に。はい、皆さんこんばんは。いつもおはようございますなんですけど、でタイトルコールもちょっとね、さっき今山内さんとちょっと話してたんですけど、今日は移動一発目でですね、ノリピーが今日ボランティア活動とですね、ちょっとしたイベントで留守してましてですね、私一人でタイトルコールどうするんだっていうことで、私やるときはいつももう大阪弁で行こうかっていうことで、で移動っていうことで、コーナーもちょっとね一つ作ってきまして、で何喋ろうかなっていうことで、この番組名もね今ちょっと悩んでます。一つコーナーでもうすぐコーナー入るんですけど、なんでって、これなんでなんみたいな、日常のちょっとした疑問みたいなものを今ちょっといろんな人に聞いてるんですけど、それを木部真嗣個人、何の根拠もない、合ってるかどうかもわからない勝手な私の解釈のもと話します。なのでクレームは一切受け付けません。合ってても間違ってても、騙される人は騙されて広めてください。でも間違ってたら自己責任で広めてくださいっていうようなコーナーを作っていこうと。で、意外と皆さん会った時言ってもらえるニュースのコーナーはやっていきたいと思います。まあニュースもほとんどぼやきなんですけども、やってみようかなと。で、この時間の方が聞いていただいている方多いということなんで、ちょっとクレームはなしにしましょうね。クレーム来たら僕も同じように文句言いますからということで、好き放題喋っていきたいと思いますんで、コメントとかね、リクエストあれば、どんどん入れていっていただきたいなと思います。今日実はこれ移動一発目なんですけど、打ち合わせもなしで、さっき会ってからね、ちょっとした、今日どうしますみたいな、ね、感じで、もう毎朝そうだったんですけど、今日もそんな感じで、多分途中また山内さんに無茶振りする時が多々あるんじゃないかなということなんですけど、まあ山内さん慣れてるんで、さささっと流してくれるかと思いますんで、今日ちょっとね、僕いろんな Facebook で今約2000人ぐらいつながりがあってですね、その人たちからも聞いてるものがあって、質問なんかない、疑問なんかないって言って聞いてるのと、ネット調べとあって、もうコーナーいきなり入りましょうかね。早速ね。なんでなんでなんでみたいな、ちょっとコーナーね。これコーナー名もまた多分、これがもしかしたら番組名になるかもしれないですけど、なんでなんでなんでみたいな。ノリピーには、なんかあへんあへんあへんみたいな。カンペイちゃんじゃないんだからみたいな。この間、また話ずれるんですけど、室谷信夫さんって山内さん知ってます？吉本新喜劇に昔いたんですけど、玉ねぎの食いすぎって言って、まあ、泉州、大阪のね、関西泉州あって、そこ玉ねぎの名産地なんですよ。そこの出身の人で、玉ねぎの食いすぎ、まあ、頭ちょっと薄い方で、玉ねぎの食いすぎかと、とか、玉ねぎのたたりかとか、っていうことで、僕、新喜劇でこの人すごい好きでですね、そのネタを YouTube でノリピーに見せてたんですよ、仕事中に。で、そんな中で、カンペちゃんも出てきててですね、で、なんでなんでなんでみたいな言い方したら、ちょっと僕今日、ちょっと風邪っぽくて、鼻声になってるんですけど、それで、カンペイちゃんじゃないんだから、ということで、人どうやらね、大阪弁よく最近使うんですけど、どうやらバカにしてるようでですね、どうも大阪弁を喋ると、ちょっと小バカにしてないみたいな。まあそういうキャラなんで、ノリピーはノリピーで、一生懸命大阪弁なんですけど、まあ来週来たらまたこれ、ネットで聞くかどうか知らないんですけど、ちょっ
聞かせてから来週はね、入ろうかなと思ってるんですけど、じゃあまあ早速の質問集で、ちょっとね、これ、これはネットだったんですけど、ちょっとネット見ながら一人でプッて笑ってしまったことがあって、まあいろんな疑問ということで何でもありかなって僕思ってるんですけど、一つ、これもそのままね、ネットで書いてた、疑問その1、指原の需要。この質問面白くないですか？これネット投げるかみたいな。ねえ、指原の需要言われてもね。まあ、これが疑問だと。なんでなんでしょうかね、これね。まあなんでって僕らが言う、ね、答えでも、これまあ、このコーナー、僕の勝手な見解のね、答え、何の根拠もないんでね。もうこれはあれですよ。もう、この人が、まあ、芸人、今、受けてるじゃないですか。ちょっとアイドルで出てるのに、アイドルっていうカテゴリーの中で行くと、面白い。エロい。なんかね、壁がないというか、そういうところが受けてるんじゃないかなと、僕は思っててですね。なんか、何を要求しても投げても、返してくれるんじゃないかな、みたいな。ね、とこあるでしょ。ですよね。なんか、アイドルなんですけど、アイドルじゃないみたいなところで、番組としても使いやすいんじゃないのみたいな。で、また AKB っていうところで、数字取れるんじゃないかと。これは僕の勝手な意見なので、ファンの皆さん、決して指原さんを否定してるわけじゃないんでね。僕は、まあ、あの人も綺麗な方だと僕は思ってますよ。まあ、笑いながら言ってますけど。まあ、でも、ね、綺麗になったんじゃないですか？ね、まあまあ。そんな感じのね、指原の需要言われてもね、でも今日一発目の質問はもう絶対これ行こうと思ったんですよ。もうネットで見てこれちょっと笑ってしまって、指原の需要って言葉も短いし。で、これに対して誰もネットで答えてないところがまた面白くて、答えたろうって。まあこれ需要ね、まあ僕の勝手な見解、まあ数字取れるからと。まあ、需要、なんで需要あるんだっていうところの答えにはなってないんですけど、まあ、中性で使いやすいんじゃないかな、というところで。まあ、これにね、関係してくるんで、もう一つじゃあ言っときましょう。なんで AKB は解散しないのと。こういう答えがあります。これはもうあれですよ。稼げるからですよ。実際もね、アイドル夢売るっていうことなんですけど、僕、山内さん、昭和何年生まれですか？ 50 ですか？あ、じゃあ僕とあんま変わんないぐらいですね。僕47年なんですよ。あんまり変わんない時代なんで、あれですけど、昔のアイドルって、本当にもう、なんか、ぶりっ子っていう言葉がぴったりの感じだったじゃないですか。で、今のアイドルって、どっちかというと、ファンに近いのかなと。昔はちょっと遠い存在。もう近寄りがたいっていうね、とこがあって、まあそういう意味では、近くなったっていうことで、皆さんもう食いつきが激しいんじゃないかなと。あ、じゃあ山内さんもあれだ、おにゃんこ世代だ。あ、ですね。ですよね。まあ、プロデューサー一緒ですもんね。ね。秋元康氏に。いい、ね、奥さんと結婚しまして、美人なね、人気者の。これはもう、要はあれですよ。もう、解散しないのはもう、稼げてるからですよ。実際ね。もうこれ大人の世界も、汚い世界なのか、どうかわかんないですけど、まあ仕事ですから、この人にとってもね。これ何か売れてお金稼がないと、この人でもまあ作曲だけでもだいぶ稼いでるんでしょうけど。まあでも、まあニーズがあるかないかよりは、僕思うんですよ。この人って、この人だけじゃないですけど、仕事を作り出して、世の中に合うものを作るっていう、なんか、創造者というかね。なんかそんな感じなんですよね。なんかニーズのあるものを、作っていってるというよりは、それを生み出してるんじゃないかなと思って。なんかそれが上手だなっていう感じしますよね。なんか先見の目があるのか。まあでもなんか、そういうところ素晴らしいなって本当に思いますね。はい。だから AKB なんで解散しないの？稼げてるからと。これ僕の勝手な根拠のない本人に聞いてみたいんで来てもらいたいんですけど、絶対来ないでしょうと。連絡先もわかんないしね。でもあれじゃないですか。FM ギノワンの名前で来ませんかって来るんじゃないですか。やってますよ。ね、うん、やりましょう。あ、どうせでもやるんだったら、僕会いたい人がいい。でも来ないとは思いますよ。やってみますか。やってみましょう。誰か呼びましょうよ。うん、あ、
ね、なんかあの、前、朝のコーナーの時に、最初のコーナーはいいとも形式でゲスト呼んでたじゃないですか。あれやりたいですね。うん。なんか、最初、うん、あ、講座で今度ファンキーモンキーが来ましたから。うん、ああ、そうですか。これギャラ発生しないんですか。あ、来てくれるんだ。すごいですね。じゃあちょっと、リストアップしていいですか。可能性がないわけない。じゃあ僕の勝手な趣味と見解で、希望を出しましょうね。ね、誰しようかな。なんかちょっとなんかこれ呼んでほしいっていう人がいたら、またね、言っていただければね。この自分たちの番組は、前もって、例えば一般の人でも、告知したいという人がいたらいきなり来て告知しろっても構わないスタンスでいるので、この人ゲストで来ますよって言って一緒に喋りたいという人来てもらっても全然構わないんで、そしたらこんな人見るよみたいなね。一服堂さん、こんな時間にこんばんはっていうかね、こんばんはですね、ご無沙汰しております。時間変わりましてですね、朝はどうやらあんまり見てないんじゃないかっていうことと、自分たちのトークがですね、もう面白くないんじゃないかと。徳田と二人でね、ダメだなと。いけてない。山内さんに聞いてみようっていうことで、じゃあ時間変えてみますかっていうことで、もう勝手に時間のせいにして、自分たちのトークの内容をそっちのけでですね、やってたんですけど、で、今日1回目で、12月から。ただこれね、移動した、っていうことで、僕の目論みがちょっとずれたものが一個あってですね、僕12月8日が誕生日なんですよ。で、番組あるのが木曜日だったので、誕生日だと。で、何週間か前に、プレゼントお願いしますねって、じゃあ誕生日の話をしようって言ってたのが、まあ、急にね、決めてもらったので、自分たちもお願いしてすぐね、空きを探してもらったんで、ちょっとずれたんですけど、まあ、1日遅れてでもね、僕は構わないので、誕生日プレゼントはね、何歳になっても嬉しいもんですから、形に残るものでも、お腹に入るものでも、受け取ってますんで、どんどん送っていただければ、ありがたいなと思います。伊福堂さん、ありがとうございます。夜もまたいっぱい絡んでくださいね。これで、閲覧の人がね、少なくなっていったら、僕とノリピー、落ち込みながら反省しますから。でもなんかね、やっぱりこの時間になってくると、ちょっと朝では言えないみたいなとこもね、もういいのかなみたいな勝手な、ね、感じ方で思ってるんですけど、あら、一服堂さん、資本送るわということで、ありがとうございます。もう、嬉しいです。ラジオの前飾っときますんで。ん？そうね、飾って、腐らないですよね。資本劇ね、そんなすぐね。シフォンケーキって何ぐらいの勢いの。コーナー名、このコーナー名は、今ね、悩んでてですね、とりあえず思ったのが、なんでなんでなんで、みたいな、そんなコーナーで行くのを思ってるんですけど、もしかしたら番組名が、変わるかもしれないと。で、急に決めようと思ってたんですけど、もう思いつき人間なので、そのままでパッとひらめいたものしかやってないので、もしかすると、勝手に毎週変わってる可能性はゼロではないなと。まあ、そんなもありかなと。今日の番組名何みたいなが番組で名だったりね。もうありかなと思ってはいるんですけど。まあ、ちょっとこれ僕今日ペラペラ喋ってるのはですね、相方ノリピーいないんで、何かこの雑談でも入っとかんと、この時間大丈夫かと。いうことでいっぱい喋ってるんですけど、ありがとうございます。クール便で午前中にありがとうございます。スタッフさん、食べた後箱だけ見してくれると思いますんで。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。はい。これからずっともう金曜日ですね。金曜日の、夕方午後19時ですね。7時、夜の7時から始めたいと思います。なので僕海好きなんですけど、もうこの時間全然海が見えなくてですね、もう夜景なんですけど、ここ夜景がまたね、綺麗な場所なんでね。まあここで皆さんこのパーティーなんかしながらのラジオなんかできたら僕は最高かなと思ってます。はい。きっと山内さんがいつかここでパーティー開いてくれるはずなんで。勝手な要望を僕いっぱい出すんですけど、山内さん大体 OK って言ってくれるんで、ものすごくわがままになっていきそうな。そうですね。一服堂さん、今日はもう本当にタイミングバッチリですね。嬉しいです。本当にありがたいです。
今日ノリピーね、ちょっといないんですけど、ノリピーでもあれですよ、1月の5日が誕生日で、また、僕の誕生日終わったぐらいから、プレゼントって言い出しますんで、もう聞かなかったことにした方がいいのかもしれませんね。はい、じゃあちょっと質問に戻ってですね、今日質問ね、実は僕こう見えてですね、時間足りないっていう、時間これ、どうしよう、もし喋ることなくならどうしようと思って、ちょっとした疑問、32個ぐらい上げてきたんですけど、まあ、そんないらんなと思いながら、ちょっと心配性でもあったりね、するんで。じゃあ AKB さんね、さっき AKB さん来てたということなんですけど、まあそれもあって AKB 絡みの話をしてみたんですけど、まあ違う話いきますか。夜なんで、32個多いんですよ。全部本当やりたいんですけど、次のね、番組の方入れなくなるんで、番組ジャックしてしまいそうなので、次のね、まあ、夜なんで、これはもう絶対入れようと思って、説明まで書いてきました。どうしてソープランドは合法なのと。明らかに売春行為でしょというなんかネットで質問で出たんですけど、どうやらですね、一番の違いは雇用契約の有無だということで、ヘルス等は女性コンパニオンは従業員っていう扱いらしいです。で、ソープランドっていうのは、場所を貸してるお風呂っていう扱いらしいんですよ。そう。で、その女性は、個人事業主っていう扱いなんですって。だからお客さんとしては、このお姉さんと、お風呂を貸してるところにお金を払ってるような仕組みなので、大丈夫だと。いうことらしいです。要は、雇ってて、それを、その女性をこの売春行為させれば、売春行為だということで。で、その場所を提供して、まあ店側は知らないよと。もう自由恋愛でしょということでなってるので、合法だと。なんかあるらしいです。ってネットで書いてました。僕詳しいことこの辺はわかりません。僕ソープランド行ったことないんで、声を大にして言っときますけど。僕風俗行ったことないんですよ。僕風俗とか苦手でですね。まあ、こんなとこで自分のあれ話すのもダメですけど。行ったことないのに苦手って分かる。そう、なんかね、こうパッとあって、この、風俗場の人が悪いってわけじゃないですよ。なんかね、違うと思ってて。もうちょっと楽しみたいというか。あ、うん、この、前振りというか。あ、分かる。だからなんかこの、やりに行くだけっていうのはちょっと違うんじゃないっていうのがあって。ね。あるでしょ。でしょ。なんかそれでなんか僕はないんですよ。はい。はい、ね、クラブとかはやっぱり飲んでお話をするじゃないですか。こういうのはまだ楽しめるんですけど、ただベターってくっつかれてもろなんかこの後からもまた馴染みにするぞみたいなのは嫌なんですよ。ね。ねえ、嫌でしょ。絶対その気ないでしょ、みたいな。そうそう。で、これはね、身の潔白をって一服動作。そうなんです。身の潔白をね、示しておかないといけない。で、ノリピー曰く、ノリピー女性じゃないですか。女性の観点で言うと、この女性たちね、誕生日の時でものすごいプレゼントもらうじゃないですか。で、前もって何が欲しいって聞いて、まあ分かりやすく言うと、ヴィトンの財布とかバッグ欲しいと。何個集まるんだろうと。一個だけ残して全部売ってしまえばね、みたいな。これでちょっと二人でトーク盛り上がったりするんですけど、みんなに同じものを言っとけばね、困らない、間違えないっていうね。だけど、もしお客さんからすれば、自分だけがあげてるって恋愛感情ではなくて、そんなね、まあ、勘違いするといるのかもわかんないけど、みんなからもらうぐらいは悪から、別に間違ってもそれ俺ちゃうかなって突っ込めばいいんちゃうみたいな。って思うんですけど、嫌なんでしょうかね。これあんたからもらった。ちゃうかなみたいな。で、ええちゃうみたいな。ねえ、不思議ですね。なんかこの辺がもうね、バブル時代そんな話聞いたなっていうことで、僕もバブルギリギリの世代で、山田さんももうちょっとバブルが弾けて、ぐらいですもんね。ですよね。ね、まだちょっと勢い残ってたぐらいですかね。弾けてはいるけど。もう、終わってました。僕なんかは、弾けて、その勢いがあって、まだバブルを感じさせるぐらいの、感じだったんですよ。だからまだね、
経験は良かったような気がしますし、なんか就職の時も会社を選ぶなんて、まあ商業高校だったんで、男性が少なくて女性多かったんですけど、一人で5社ぐらい選ばせてもらいましたね。うん。で、結構今、誰が一番頑張ってんのかな？なんか高校なんですけど、日興証券行って支店長になってるやついますね。うん。すごいねって言って。ね、日興証券なんか頑張ってんなって思って。僕一番なんかダラダラしてるんじゃないかなって思って、ちょっと同級生なんかと全然会ってないんですけど、なんかちょっと会うの怖いなと思ったりしますけど、この間なんか、同窓会、僕ちょっともうね、物忘れやばいぐらいの同窓会やったらしくて大阪で、今度行くねーとは言ってるんですけど、でも沖縄に同級生が一人来てるんですよ。旦那さんのあれで来てるんですけど、なんかプチ同窓会しせんとあかんねえとは言ってるんですけど、なかなかもうその話でも1年以上経ってるんじゃないかなと思うんですけど、一回も会ってないんですけどね。まだまだ時間がねたっぷりあるんで、まだまだ質問いきますよ。真面目な話もねちょっとしとかないといけないんですけど、でもなんかふざけたやつ面白いと思うんで、また AKB 行きましょうかね。なんで AKB オタク以外興味ない総選挙を全国で放送するの？辛口だなんて。でもこれね、僕言ってるんじゃないですからね。皆さん、この後なんか周り囲まないでくださいね。FM 沖縄の周り。僕はオタクとは思ってませんよ。僕もおにゃんこクラブ一応ファンクラブ入ってましたから、先輩のチケットが余ったんで、お前も来いっていうことで、それからちょっと入れていただいてですね。言ってたんですけど、決してこの人たちはこの人たちでもう楽しんでるわけですから、オタクとは思ってないですけど、でも興味あるないよりは、興味なくても、テレビやったら、今、人気の人たちなんで、見ますよね、やっぱりね。うちの親父なんかはあれでしたよ。もう去年死にましたけど、なんか、実家に一回帰った時に、総選挙やってて、見てましたよ。で、僕よりも、AKB の、メンバーの名前知ってましたよ。うん。こいつはあかんとかって勝手に、あんたがあかんわ、みたいな。何を言うとんねん、みたいな。知らんがな、みたいな。こんなじいちゃんが AKB を語るな、みたいな、思ってたんですけど。でもやっぱり数字が、これもやっぱりもうそうですよ。やっぱり大人の事情、お金なんですよ。数字が取れます。もう視聴率が取れるんで、やっぱり仕掛けありますもんね。この放送するまでにね、ものすごい宣伝して、見せようっていうこの数字ね。で、そこでスポンサーがつき、利益になり、っていうところなので、まあ、こんなね、ところだと思います。放送します。やっぱり視聴率取れるものはね。で、じゃ次は、もうちょっとふざけとこうかな。デブスなのに結婚して旦那がいる人、ほっといてあげてって思うんですけど。これ疑問に思うて、まあまあ、時間に余裕ある人やなと思ってね。この疑問って、ほんまに疑問思ってんの？ただなんか文句言ってるだけやろみたいな。ほっといてあげてって言って。性格、いいかもわかんないしね。ちょっとぽっちゃりしてる人が好きな人もいるかもしれないし。人ってやっぱり個性がね、あるから、この顔が好きみたいな、ね、あるじゃないですか。だからこれはもうね、ほっときましょう。で、これもちょっとギノワンの番組なんで、これはもしかしたら、まあ、シギさん誰も聞いてないのかな？聞いてるんでしょうかね？これ、もう義務にしたいですね、聞く。ね。ね。ギノワンを盛り上げるためには、シギさん今あれでしょ？議会中でしょ？こういうのも聞きながら、ニーズ、こんなんありますよって僕結構投げてるんですけど、聞いてほしいですね。で、これがちょっと痛いのか、寝てばかりなのに人数減らさない国会議員ということで、まあ、宜野湾市議って、まあ、国会に比べたらそれは人数もめちゃくちゃ少ないでしょうから、寝れるわけないと思うんですけど、一生懸命頑張ってる方ばっかりだと思うんで、でもこれでね、今日、ノリピーとちょっと話してたんですよ。確かにね、国会に寝てる人いたら、テレビでも映ってるんだから、この、何ですか、議員報酬を減らせばいいのにっていうのから発展して、例えば、宜野湾市議でも何かこのいい制度を作ったとか、実績何かを変えたみたいな、いい悪いは後じゃないとわかんないですけど、何かやった、何もやらなかった、できなかった人には、ちょっと給料減らしていくとかね、なんかやってくれたらいいなと思うんですよ。で、そこから発展して、
これもうあれじゃないの、ボランティアでできる人が議員やればいいんじゃないのみたいな。もうそれぐらいの人じゃないと、ちゃんとやらんでしょみたいな。っていう、まあ、辛口、決して僕今、宜野湾市議の方々に文句言ってるわけじゃないですよ。これ質問集でこういうのがあって、まあ、国会議員ね。まあ、確かに国会議員知らない人いっぱいいますから、この人何やってんのかなみたいな。でも、思うのは、この、沖縄県内でも、いろんな町議とか、村議とか、いろいろ、知り合いの方がよく発表をね、報告会みたいなやってるじゃないですか。あれって別に、報告会をするのはいいんですけど、そこに来た人だけがわかるんじゃなくて、もっと大々的に新聞で載せても面白いんじゃないかなと思ったりとか、そういう新聞出したらいいんじゃないみたいな。今の活動をどこまで行ってるのかとか、そしたらちょっと議員の方もプレッシャーになるから、やらんとまずいぞと。何かやっとくかみたいな。まあ何かしらやってくれたらいいんじゃないかなと僕は思ったりするんですけど。まあ現実は本当は、この、よく沖縄、ね、革新が強いとか、保守系がね、ちょっと弱いとか、僕はもう保守も革新もあんまり気にせずにね、宜野湾市はもう宜野湾市のことだけ頑張ってくれればいいんじゃないと。実際そうですもんね。宜野湾市からお金が出てるわけなんで、宜野湾のためだけになれば、他のところがどうこうじゃなくね、それでみんなが良くなるんだったらいいんじゃないっていう気はしますけどね。で、あとはなんかね、この、よく、これ今日ね、ちょっと議員に近い方とお仕事の話をちょっとぼやいてたんですけど、よくなんかこの箱、まあ、宜野湾市という箱があって、宜野湾市が良くなるっていう意見があって、まあ、今日は茶壇町行ってたんですけど、茶壇が良くなると。だけど、人の、住んでる人の生活が本当は良くならないといけないんじゃないかっていうのを僕思って、街が綺麗になるイコール人の生活が良くなるわけじゃないじゃないですか。古くて汚くても、もしかしたら人の住みよい街は作れるかもしれないから、そこをね、明確にやっぱり本当に理解しながらじゃないと、まあ僕が言うのもおかしな話なんですけど、人々の生活のためにお金かけるところを考えないといけないんじゃないかなっていう。綺麗になれば人が良くなるわけじゃないんでね。うん。だから僕よく僕ほら大山でデイサービスがあるでしょ。僕、たまに車置いてから歩いて、野岳帰ってくる時があって、暗いんですよ。ああ、暗いですね。ね。で、沖縄配送さんのところの角、めっちゃ暗いでしょ。もう見えないぐらいのね、真っ暗な洞窟ぐらいのレベルの一瞬ね、あるじゃないですか。あそこら辺歩くとき、いつもぼやきながら Facebook 僕書くんですよ。お金、いろんなとこかける前に、あれやりなさいよって。道路明るくしなさいよって。と、あと道路の草。綺麗にしなさいよって。僕内地出身なんで、沖縄イコールハブなんですよ。この、草ぼうぼうのとこ歩く、怖いなと思って、本当に道路歩くんですよ。未だにいないことはゼロじゃないでしょって思うから、草むらみたいなとこ歩くのが怖いと思ってしまって、噛まれたら一人どうしようみたいな。で、そういうのもあるし、予算出して、指定管理で決めてるわけですよね、工事業者ね。ちょ、これやらせなさいよ、みたいな。草ぼうぼうはダメでしょ。で、そういうのは、僕だけじゃないと思うんでね。見た感じもね。よくないでしょ。うん、だから、そういうところにちょっとお金をかけてほしいなと。やってなければ、もうこの指定業者は翌年からもうさせないとか。うん、ちょっとね、そうやって行きたいなと。まあ、行きたいで僕は権限なんもないんですけれど、まあ僕の勝手な解釈のコーナーなんで、まあ許していただきたいなと。はい。で、これもなんかちょっととぼけてるのかな。なんで新しいものを買ったらワクワクするんだろう。知らんがない。これネット見ながら知らんがない。こんなんはもうあれですよ。買うっていうことは欲しいから買うわけですよね。いらんものは多分買わないじゃないですか。何かしら、あ、これいいなって一瞬思ったりとか、欲しいと思って買うからワクワクする。当然ね、する話ですよね。いらないもの買ったら絶対ワクワクしないはずなんで。そんなんはもう自分の、気持ち一つですよと思いながら、この突っ込んでたんですけど、最近なんかね、テレビとかネット見ながら声を出して突っ込んでますね。